ん？なんか来たのか？チキンロック！はい、どうもー。はい、どうもー。はい、今、ゆいちゃんの目の前には何がありますか？ポケモンです。ポケカがありますね。はい。はい、何種類ありますか？10種類。これをね、今日は開けていきたいと思います。ただ、普通に開けていっても面白くないんで、クイズに答えれたら、開けましょう。はい。怪獣クイズ答えれたらポケカ開けれる。やー、イエーイ。でそのクイズはゴジラ、ウルトラマンとかあとポケモンで、モンハンもモンスターいてますね。モンハンもいてますね。あと最近ではなんですか、怪獣8号っていうのもありますね。ここの中からクイズを出してゆうちゃんに答えていってもらいたいと思います。だからクイズに答えれなかったら負けれないですか？いやロクちゃんのものになります。そう、ロクちゃんが開けれます。はい、はい。じゃあ一旦そのポケカはですね、こちらへいただきます。じゃあ今ここに入れましたんで、クイズに答えると1つ、正解すると1個。わかりました？じゃあ問題いきましょう。はい。ではやっぱりまず怪獣王ゴジラからの問題です。日本で作られたゴジラの映画、すべてで何作品ありますか？24。ブブー。マジで言ってますか？いや、それは数えねませんでした。でも20らへんやろ？ゴジラの作品が何個あるかは、スケロックの YouTube チャンネルに上がってます。え？嘘？正解は、30作品あります。そう、残念ね。いきなり不正解な、最悪。今のは不正解ちゃうで。何言ってんの？全然不正解で、いきますよ。それではゴジラ作品、一番最初にゴジラが映画になったのは何年でしょうか？1954年。正解。イエーイ。イエーイ。さあ、じゃあ正解しましたんで一個引いてください。なんすか？古代の方向です。どうぞ開けてください。一面リアの音が出たりしてた。いいイメージしかしとらんな。へっ、あと SR 持ってませんからね。いきます。はい。1枚目、古城府。デデン。ゴニョゴニョニョゴニョニョマラカッチ。おぉ、魔女の EX、ダブルレアです。おぉ、いいやんか。で、ミガルーサ。オッケー。いきなり絵の出た。おぉ、やりましたね。ダブルレアです。楽しいですか、この企画。はい。それでは、次の問題、いきますか？いきませんか？いきます。いきますね。問題です。じゃじゃん。ゴジラ、日本版のゴジラの最新作、ゴジラ、-1。この劇中に出てくるゴジラの身長、体重、お答えください。50.1 メートル。体重は？2万トン。正解！すごい！すごい！体重分かれへんと思ってた。正解！すごい！では、開けてください。いやー。お、君のゴジラ知識を舐めてたな。舐めちょってあかんねん。はい、何ですか？ワイルドフォース。はい、開けましょう。パパ、次の問題探すの大変やな。死に問題探し。ネットで問題を探しますからね。1枚目、アリゲイツ、ロゼリア、ヤクデ、チラチーノ、お取り寄せボックス。はーい、キラキラなかったな。いい、いい。では、ウルトラマンからの問題です。はい、この怪獣は何でしょうか？メトロン星人。お、正解！すげえ！正解！はい、じゃあ一個開けましょう。くそ、わかるのか。わかります。ズルン。こちらです。バイオレット EX。メトロン星人って名前が出えへんと思ってんけどな。ヘルガ、イキリンコ、パモ、モトトカリ、
お、なんか気合ってるか？レアです。スコビラ。はい、オッケー。ゲイ。今のところ SAR は出てます。出てません。さあ、それではシルエットクイズ。待った。第2問。次のシルエットは誰でしょうか？ででん。え、なそれ。ん？なんこれ。ヒント欲しいですか？うちにもいてます。ん？何こいつ？ほんまにわかる。一回言ってみて。うん。ダダ。正解！正解！正解！ダダでした。はい、開けましょう。ナイトワンダー。おーい。これ初めてなんですか？初めて。おーい。一枚目、ゾロ、トリミアン、ヘルガ、スリーパー、力の砂時計です。はい。では、モンスターハンターから。おお、難しいやつや。次のうち、モンスターハンターで存在しないモンスターはどれ？はい。1番、ロアルドロス。2番、マロンメノス。3番、ラギアクルス。存在しないモンスター？存在しない。なんか、モルメロス？マロンメロス？メノス？2番。正解！そうですね。ロアルドロスとラギアクルスいてますね。じゃあ開けてください。取ってください。開けた感じ。開けた。取ってください。ででん。ステラミラクルー。おーいっす。メルタン。コジョフ。ゴクリ。ギギギアル。キラキラやんでも。ちゃうの？レアです。ゼロの大洞？ゼロの大空洞か。それでは、続いて、怪獣8号からの問題です。怪獣8号の主人公の名前をフルネームでお答えください。日々のカフカ。正解！素晴らしい、素晴らしい。簡単、簡単。簡単かい。デレン王、楽園ドラゴーナ、ヒラヒナ。ビブラーバ、フリージオ、ブリジュラス EX。お、なんじゃそれ、キラッキラやぞ。ダブルレア。おー、すごーい。ウォール。はーい。オイス。では、続けていきましょう。はい。では、問題。日々のカフカの年齢は何歳？32歳。あ、正解や、すごい。すごい。適当？適当。正解です。さあ、開けましょう。38か36か32や。黒煙の支配者です。じゃじゃん。はい、行きましょう。なんか普通のよ、絶対思うて。墓地。謎の草。チルット。来たかい？パフュート。おー、キラキラじゃない。だいたいでも4枚目がキラキラやな。うん。9個。持ってない。はい、続きましょう。はい。問題。日々のカフカのことを尊敬し、先輩と呼んでいるカフカの相棒の名前は？市川レノ。お、正解。お、すごいね。よう覚えてんな。簡単。デデン。お、デデン。国民の支配者。おたまろ。エレズ。ミツハニ。タウンデパート。デパートな。デパート。建物やん。ルガルガ。ルガルガ。はい。何や、そのデパートって。はい、続いていきましょう。楽しいですか、これ。もう、やめますか？いや。最後まで。最後までやるんすか？あと、どんなキャラか知らんけど、いきましょう。では、日々のカフカが所属した、日本防衛隊、最初に所属したところは、第何部隊でしょう？何だっけ？何だっけ？あ、第3部隊や。正解！素晴らしい。よく思い出しました。はい、行きましょう。結構合うな。面白くねえな。もっと難しいんだし。あ、そう。言ったな。よし。いいよ、いいよ。サイバージャッジ。種棒。アブリ。アサナ、鉄の輪立ち。おー、キラキラではないね。うん。デラカス、
はい。では、続きまして、体重の規模や危険度を数値化した指標を何という？フォルティチュード。正解、すごい。なんすかこれ？クリムゾンヘイズ。初めて。初めてですか？ロコン。モンジャラ。プラエッテ。マグカルゴイエクス。いや、なんでキラ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 しとるぞ。キラ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 。ダブルレアです。おー、ダブルレア。イェーイ。で、5枚ポケモン入れ替え。はい、行きましょう。では、篠宮キコルの父親である日本防衛隊長官の名前は？篠宮伊佐夫。お、正解。すげえ。勉強せえよ。ね、漫画ばっかり読んでんと勉強せえよ。先取りで。クリムゾンヘイズ。おお。ヘイガン。伊藤丸。カジッチュ。フラージェス。スイレンのお世話。はい。ポケモンの問題です。はい。コダックの進化系は何？え、この青色のやつ。あ、ん？あ、ゴルダック。お、正解、すげえ。知らんと思ってた。バイオレット EX。フラベベ。パモ。くぬり玉。4枚目。ん？なんか来たのか？SR。もう。すごい。ジバコイル EX。ハピナス。やりましたね。SR やるよ。いやー、やりましたね。いきますよ。はい。はい。波動の勇者と言われているポケモンは？あ、わかった。ルカリオ。多分。正解。素晴らしい。ステラミラクル。パーカジッチ。チョンチー、ややこま、はい、ラプラス EX、ダブルレアです。おー、なんやそれ、すごいキラキラしとるぞ。パパはもうレア度よりもキラキラ度合いの方が価値がありそうな気がするけど。で、5枚目、おっかの実。では問題。ポケモンの中で一番凶暴な心を持つポケモンは？やばい、リザード。ミュウツーでした。あー、そう、よし。ゲームで必ず捕まえることのできるモンスターボールの名前は？マスターボール。正解。すげー。ライトワンダラ、タツー、ゾード、キバゴ、ゼノセクト。お、名前は強そうやけどな。アンズの膝。では、初代ポケモンゲームは赤と緑です。赤のパッケージにはリザードンが書いてあります。緑には何が書いてありますか？不思議花。正解、すごい。なんで知ってんねん。一回 YouTube でそのポケモンのやつ見た。なるほど。じゃあどうぞ開けてください。あ、開けたらダメです。取ってください。あ、古代の方向です。ででん。コジョフ、ドンメル、イワパレス、ディンルン、で、センリ。では、次の問題です。三択です。ニャースの頭についているものは次のうちどれ？ 1 番、ポケカ。2番、うんこ。3番、小判。さあ、どれ？小判やろ。本当に小判でいいの？なんだ、正解は小判です。おめでとうございます。ちょっと三択で遊んでみたかっただけです。あ、そういうこと？自分で作った？そうや。ワイルドホース、ナエトル、ユニア、ゴースト。来たのか？なんか来たのか？タケルライコイエクス。
なんすかそれ。SR です。よう分からんけど、ええやな。今日めちゃめちゃ運ええぞ。おー、今日はええ。SR2 枚も出た。おー、すごいすごい。石炭山。ゴジラ検定の中級問題です。ゴジラの逆襲1955に登場したゴジラの対戦相手は誰？アンディアス。正解！簡単やよ。簡単か。サイバージャッジ、ストライク、ベロリンガ、メルタ、エレキブル、ハンドトリマー。ゴジラを英語で書いてください。お、いけるのか？はい、見せてください。正解！すごーい！ゴジラのおかげで英語も覚えたっていうね。はい、じゃあ開けてください。最後かな？最後。緑の仮面。変幻の仮面って感じ。変幻の仮面。ランプラー。カイレ、ルージェラ、おう、オーガポン、オーガポン出てきた、緑の仮面、あのパックのやつ出てきた。うまいな、そのまんまやね。ダブルレアで。おお。え、ヒヒだろ。ナーイ。終了。イエーイ。どうでしたかこれ。めっちゃレアないっぱい出た。出たね、よかったね。まだやりたいですね。はい、じゃあ閉めてください。バイバーイ。はい、ということで、どうも皆さん、こんにちは。こんにちは。今日もポケモンカードを上げていこう。上げていこう。イエーイ。こっちからやろう。うん。最初は、はい。クワス。クワス。次は、タタッコ。タッコ。次はパオッキー。ザルード。お、これはザルードじゃん。 SV って書いてある。ザルード、ザルード。最後にまたこれカウンターゲイ。はーい、次も行きましょう。これすっちゃいやつ。じゃじゃん、初めて。ボクレー、デデン、エモンガ、はい、エイバム、うん、ローブシン、お、ゼイユ、めっちゃ早くて。でもなんかキラキラの1個出たね。ザルード。ザルードじゃん、ザルード。ザルード、めっちゃ強いで。めっちゃ強い？うん。はい、じゃあ閉めてください。はい。はい。じゃあ今の状態早かった。うん。早かったね。